はい、どうも、ハコンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、外交ダンナーですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。まあ、今更ながらの、攻略なので、参考にはあまりならないかもしれないですけど、あらかじめご了承ください。ステータスはご覧の通りです。ではですね、アビリティ見ていきましょう。まずはハイディオですね。ハイディオには愛を入れてます。遅延要因ですね。そしてアタッカーのジョースケですね。先導グレーとアイをつけてます。そしてなぜかカメロ、これもアイですね。そしてチャーカー、喧嘩するほど仲が良いとアイをつけてます。ということで、ジョースケだけなんですけど、ジョースケにもアイをつけてるっていうことなので、まあほとんど CS で終わるということですね。そしてフレンドにはウンドゥールを呼んでおります。では参ります。もう特筆することはないのでね、もうほとんどっていうか、もう全部 CS で終わります。ララですね。あとはグレートでゲージを回復するだけですね。はい、もうグレートで溜まってるのでもう早いですね。CS だけです。もう開幕先生もいないので何も気にせずね、いけます。ゲージさえ溜まっていれば問題ありません。はい、ドラララ。2ラウンドは増援がいないのでこのまま終わります。はい、3ラウンドですね。まあ、面倒な位置にね、なってますけど、CS だったらほとんど関係ないですからね。一回押して、そしてこれでもう溜まったので、グレートは早いな、ゲージが溜まるのが。遅延もされてますが、遅延に対してのカットインがないんで楽ですね。はい、では最終ラウンドですね。はい、では終わります。で、造園にエミヤバーでかいのが降ってきましたが、先制攻撃をね、おじざけしてくるので、ハイディを入れてたということですね。では CS でもう終わりです。はい、終了しました。割と早く終わってよかったなって感じですね。はい、ではですね、最後レベルが上がった、最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。ではまたどこかでお会いいたしましょう。ではラストタイム。